中には昔からの伝統を受け継ぐ、いわゆるバンカラな応援団も。掛川西高校の応援団には応援団指導部という名前がついています。掛川西高生全員のことをしていて、自分たちはその応援団を指揮指導する役割があるので応援団指導と名付けられています。現団長で67代目になる掛川西高校の応援団指導部、そこには昔ながらの決まりがありました。詰め襟には2年生以上がつけることができる団章、そしてドカンと呼ばれる太いズボン、腰には名前の刺繍入り、さらに尖った革靴がボロボロにすり減っているのは気合が入っている証なのです。